今日は越谷ゴルフクラブに来てます。なんで来てるのかっていうと、まあただここで、あるやつがラウンドしてるんでそこに潜入しました。はい、その相手は何ですか。俺普段の俺でいいですか。ちょっと面白くない俺でいいですか。面白くない。普通の俺だから。いつもテンション高いみたいなやつじゃないから。あ、そう。妻さん、はい、テンション高くないんだけどちょっと声張って、声張んないとダメ。ああ、そうですか。わかりました。息、じゃあ行きます。声出せよ。16番ホール336ヤード、生きがやゴルフクラブ。生きがやね、ここ。生きがや。あれ危ないですね、まだ。あれ大丈夫だ。大丈夫ですか。じゃあ行きます。まあ飛ばないから。失礼な人。じゃあ、おう、ボール見えるね。これ、ズーム追えないか。わかりました。追えるもんなら、追ってみる。やんないっす。今、お前、いくつスコア。スコアは、ちょっと数えてないっすね。今日はもう、ラウンドレッスンなんで。これ、よいしょ。今日は私のラウンドレッスンに、サイさんが来てくれました。まあ、僕がサイさん教えるやつではないです。教えろよ。わかりました、わかりました。右のプッシュアウト気をつけてね。教えました。奥の鉄塔。はい。ナイスショー、完璧。ちょっと追えないですけど、左フェアウェイです。ああやって打つのドライバー、わかる。いやいや、別にさすが、行きで、ゆうちゃんはいつも翼の髪をカットしてます。髪映してもらって、すいません、帽子かぶっちゃって。あ、ごめんなさい、翼種なんで、すいません、翼種。いつも翼種にしてもらってます、あざす、行き、あざす。翼種、行き。で、僕がゴルフを教えてるような感じでやらせていただきます。静かにしまっていいですか。レッスンだから。ちゃんと教えるんだよ、翼。いつもこうやって携帯でスイングを撮って、で後で見直して練習で、練習場で直してもらう感じです。なかなかコースだと直しにくいんで。早く撮って。よいしょ、よいしょ。すごい、捕まりました。やりました。よいしょ。こんな感じで。やったあ、ごめんなさい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 。あの、ご主人ね。あ、そうだよ。ご主人、ご主人いますから。本当はご主人の前でそういうことやるの、セレコマスだろ。いや、そのぐらいの間柄なんですよ。大丈夫、大丈夫、はい、え、撮ります。いやー、お疲れ様です。今日はありがとうございます。まあ潜入だからね、はい、俺は、はい、まあでも潜入っていうのはあれで、まあご夫婦ね、奥さんの方が、はい、奥さんの方がずっと僕のこと5年前から、まあ、インスタライブとかずっと見てもらってて、1回も会ったことなかったから、はい、今日ね、初めて初対面。そうそう、はい、最初ちょっと緊張してましたもんね、顔が。緊張してた。俺も緊張してた。行っちゃって、やっちゃって。アグネスちゃんです。こんな感じじゃないですから。今ちょっとカメラ回っちゃった。はい、行ってらっしゃい。あー、バンカーだ。うん、バンカー練習。ちょっとね、これバミューダなんですか、ラフ。ラフバミューダっぽい。ちょっと引っかかりますね、やっぱり、ね。引っかかる。アイアンが。
まあ、普通の芝と違うよ。そうっすね。あと私あそこなんで。あれ、翼？はい。ピコちゃんは蔡先生と同じとこあります。100ヤード、うん、100ヤード58度。ちょっとグリーンが硬いんで、うん、バミューダは止まんないよね、はい、ただ5パチで上げれば止まるので、うん、5パチで打ちます、はい、めっちゃ抜けてんじゃん。あ、翼ちょっと俺、はい、あ、ちょっと一緒に行ってらっしゃい。おお、いいよ。ナイスオン。77ヤード。77ヤード62ドローで。ドローかけちゃう。フックかける。なるほど。フックかけると。最近なんか僕の動画見てドローに目覚めちゃったみたいです。すいません。ふざけんな。ちょっと弱くないですか。いや、これ前行くんじゃん。ほら。本当だ。ああ、でもちょっと弱かった。ナイス。お前の真似じゃないから。お前の真似じゃない。あ、いいいい。それね、あ、ごめんなさい。はい、ちょっと出してください。吹きますか。いつもこうやってクラブ吹かせられてんすよね。はい。初めてやるんじゃない。初めてやる。昨日の下りですから、これ。昨日のね。いや、荒れてましたね、安子で。お前のせいだ。俺？俺のせいだ。お前のせいだ。いつもお前。お前。なんで俺のせいなんですか。いつも荒れるのはドヤバサのタイプ。いや、だからそれがいいんですよ。それがいい、うん、いや、サイさんも要するにあれが本性ですからね。本性じゃねえ。コロマルみたいなやつ。マル、マルスだから。マルス。コロマルじゃねえよ。なんでコロマルってよ。おかしいだろ。失礼しました。ちょっとごめんなさい。今テンション上げてちょっと低めでいこう。俺普段こんな高くないんだよ。ちょっとレッスンしてるんですか。俺レッスンしてるんですか。うまっ。おー、うまいうまい。あー、傾斜あるね。ナイスアウト。ナイスアウト。じゃあピコちゃんからですね。はい。結構登20ありますね、これ。フックか。フックだね。そうですね、20ヤード、はい、距離感一番は、はい、距離感が大事。お、いい、うまいうまいうまい。入る。惜しい。オッケー。ありがとうございます。うまいね。まあ、お先打ってもいいですよ。あんなにうまく打てるかな、俺。やっぱね、僕教えてんすよね、パターも。そう、何をパター教えたの。パターは距離感っす。え、パター距離。パターは距離感っす。どうやって距離感教えるの。距離感は、やっぱり2歩の距離感をまず鮮明に覚えさせないといけないですね、体に。なるほど。はい。うわー、切れたか。おお、行く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 。ちょっと、いや、オッケーじゃないですよ。オッケー。いやいや、今オッケーって聞こえたんで、オッケーじゃないですよって言いました。密着だから。密着っす。密着ちょっと怖いんですよ、近すぎて。密着だ。安ゴルより近すぎて怖いんですよ、さっきから。パターは距離感。声張って。
っとさ、ミスるんだったらすげえオーバーしてよ。そうそう、お先ですと見せかけて。どうぞ。これ邪魔じゃない？なんだよ、お先と見せかけて。誰も言わねえよ、そんな。見せかけプレイ。生きがいゴルフクラブちょっと難しいっす。やっぱ初めてなんですけど、これテロップつけないかな。あんまテロップつけないんだよ。ノー編集。パーパット。はい、ナイス。こういう分からないコースはまっすぐ強め。出玉管理ですね、やっぱりパターンは。こういう感じで。出玉管理っす。ちょっとお預かりします。あれカバーは。カバー。はい。あ、すいません。ここカットしよう。生徒さんに持たせちゃった。俺もカバー。カットしますか。カットノー編集じゃないですか。そこは気にする。意外と小西さんそういうとこありますから。優しいんですよ。まあみんなご存知の通り小西さんって優しいですから。僕もこういうふうにふざけてますけど、本当ね、一番ふざけてるんだからね。いつもね、本当に優しくてね、いい言葉くれるんですよ。もうその辺は分かってくれてると思いますけど。俺からだから。どうでもいいじゃん。え？あ、よしよしよし。あ、まだ前いるわ。前いるわ。切ります。大さん、うん、俺カメラ向くとテンション上がっちゃうから本当にやめて。え？疲れちゃってんな。なんで疲れた？疲れちゃって。寝不足？寝不足です。なんで？今日もう3時50分ぐらい起きてますからね。俺も4時に起きてる。今何時ですか、ところで？わかんない。何時？7時55分だ。あ、7時55分の感じしないね。もう11時ぐらいな感じするね。そう。いいじゃん。まだ7時55分。それが上がってみたら、そうですね。ね、11時とか。そうですね。いや、ね、安ごろね。髪の毛なんか今日つけてる？あ、一応ワックスつけてます、今日は。つけて帽子かぶんの？別にいいじゃん。ワックスかけて帽子かぶんなきゃダメですよ、だって。なんで？戻せないから。あ、そういうこと。はい。知らないですか？戻ってんのそれ。いや、戻ってるかは知らないですけど、知らないんですか、そういうの。勉強して。なんか翼頭臭い疑惑。いやいや、それはサイさんが言ってるんだよ。誰も言ってないから。それ持って。はい、持って、これが使う。翼多めに出ちゃってんじゃん。俺のチャンネルのくせに。これね、右池あるわ。ひげにきっすか？なんすか？今なんて言いました？ひげにきじゃねえよ、お前。ひげにきじゃねえ。なんて言いました今、ちょっと聞こえなかった。右池あるんだよ。右に池ね。ごめんなさい、右に池がひげにきに聞こえちゃいました。ごめんなさい、失礼しました。生きてますね。生きてますね、すいません。結構あの鉄塔狙い、いや、紅白鉄塔狙い。はい。行っちゃうな、大丈夫。あれはでも結構いってんじゃないですか。330ぐらいいってんじゃないですか。350、届いちゃいそう。だいぶ打ち込み炎上しますから気をつけてください。うん、重心低く。ちょっと左行ったよ。ちょい捕まり。まあ大丈夫でしょ、あっちは。あの木が気になるかどうかですか。あの木は全然超える。あ、そうなの。あ、わかんない。いや、超えるよ。どういうイメージ？もうちょっとドロー気味で。あ、ドロー。
曲がらない泥を意味。曲がらない泥ニキ。チーピンニキじゃねえかよお前。チーピン。あ、大丈夫？超えました。超えた？いけ、はい、マンチーじゃねえかよ、はい、大丈夫そのステルス。大丈夫大丈夫大丈夫。なんだっけそのステルスじゃなかったんだっけ。じゃ生きるっす。え、生きるっす。あ、ちょっと、ただ昨日全く回んなかったんですよ、うん、本当に。だから俺ってやりじゃん。サイさんと回るとなんかね、念じられてんだろうね、チーピン打てって。よっしゃー、オッケー、ナイスフェード。いいフェード。運転しますか、大丈夫ですか。俺がいつお前にあのチーピン出ろって念じたんだよ。感じるんですよ。感じるだけだろお前。昨日は一回も曲がんなかった。え、曲がんないっすねって言われてたんですけどね。めっちゃ曲がってんじゃん今日。 2回目だよチーピン池入れてねえ。サイさん、え、いいの？あのホルって曲がってからも、あ、もう一回言って、もう一回言って、はい、はい、ゴルフって、はい、曲がってからがゴルフっす。すいません、行きっす。ちょっとすいません、レッスン入ります。チーピン、チーピン、チーピンのボール、めっちゃチーピンしてる、翼。刻むなら、刻むなら、180だな、打って。でもこれ7番ぐらい前、前左右池だからね。あ、ちょっとライが悪いんでこれは7番で打ちます、うん、あの人のとこでいいですよ、ね、うん、はい、じゃあちょっと7番で打ちます。はいよ。ちょっと右で過ぎたぞ。あれ池入っちゃうんじゃない。入った。行け行け。失敗したら、失敗したら静か、失敗したら静か。おい、なんでやってんの、お父さん。攻めた？攻めた。サイさんの危ないんじゃないですか。あった。これは狙いますね。これ俺んじゃない、ほんま。この木の方向に向かって来たの。この木の方向。危ない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 。サイさん行けっす。ワンクラブ。はい。いいっすよいいっすよ。その辺はまだ今日は競技じゃないんで。マジかよ。230って書いてある。200226ですね。なんだ、ぶち切れそうだな。いや、ぶち切れない。こんなんで怒ってたら変態ですよ。おっしゃ、池から入ったから3打目、まあ、サブグリーン狙いでいくか。サブグリーン狙い結構言うてドローするよね、つま先上がり。これはすると思います、さすがに。あぶね。おー、ナイスです。近い。ナイス。ちょっとダフりましたけど、でもナイス。想定内だから。振ってなんぼだ。最近ね、はい、最近手前から入れることを意識してんの。なるほど、ボール捕まえるよう。ちょっと上から来すぎてたかもしれないですね、うん、確かに前。入れ禁止です。ブリヂストン、あ、ブリヂストン。ちょっとこれでも
打てないですね。打てない。これはもうあれだね。今日は救済受けましょう。はい。救済行受けましょう。ちょっと抜け気味ですね。シャラップ。うん、もうちょっと左行ったけど。ちょっと待ってますね。はい、ちょっとつま先下がりのウェッジって捕まるときなんですよね。引っかいちゃって、僕が保温っすね、うん、サイさんが次よ。終わりチャンス。でも今日なんか本当に気持ちいいですね。雲が厚くてまるで天空の城ラピュタス。雲の上に町があるぐらいの雲があります。まるで天空の城ラピュタス。早くして。めっちゃ速い。めっちゃ速い。そう、すごっ。いや、上りっすね。めっちゃ伸びましたね、今。全然止まんなかった。どうぞ。うん、これは止まるか。あ、ナイス。うん、ナイスアーチ。目ありますね、やっぱりね、多分向こうから順目だろうね。早いね、早いね。お先っす。あ、怒ってる。お前さ、何それ。え、何ですか。お先って言ってやらない。なんちゃって、なんちゃって。あ、ごめんなさい。おー、これは、早い早い早い。すごい早いですよ、最後。早い早い。もうでも、ナイスタッチ。ナイスタッチ。俺よりいいタッチだ。俺のが下手くそってこと。いや、サイさんのが参考になったんですよ。はい、マーク、大丈夫ですか。あ、全然問題ないです。翼だったらどかせって言う。ライン関係ないのにどかせっていうスタイル。そんなゴルファーいないよ。あれ、ちょっと真剣になりましたね。こっちからちょっとそんな速くねえのか。雲が厚いな。
れた。おー、すパッタッタ、危ねー。ナイスパ、イケパ、ナイスパ、イケパでいいか。そうじゃないっすよ。だからパ、いいっすね、パタいいっすね。おぉしペロンチョ、おい、なんすか、なんペロンチョ、ペロンチョぐらい言うでしょ、おかしいですか。女の子に対して卑猥な言っていいですか。ナイス、ナイスボギー、2打目イケボギー、落ちます。あ、これカバー、ま、前にある、はい、ナイス。はい、行きます。四手。つばさ、怒んな怒んな。地球は回る。君を抱きしてどこかに君きらめく頃。あ、そこです。あ、ごめんなさい。なんか本当に雲がいいっすね。あ、持ちましょうか。編集してくださいね、ちゃんとカットするとか。え、今の歌はカットしないよ。いいよ。いや、いいっすよ、いいっすよ。ヒゲニキ？え？え？なんて言いました？ヒゲニキじゃねえんだよ、お前。なんて言いました今。まだいけないって。あ、まだいけない、ごめんなさい。ヒゲニキに聞こえちゃいました、ごめんなさい。どうやったらヒゲニキに聞こえるの？ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。それでちょっと、みんなに、視聴者に、あいつイコールヒゲニキって思わそうとしてんだろ。してないです、してないです。してない？してないです。よし。まあ僕ね、ロングで池入ったけどパー取ったんで、エスパ。まあここはこれさ、本当にグリーンピンが見にくいよね。ピンも見えにくいですし、うん、コースのイメージが出ないですね、全く。林がないからさ、どこ打って行けばいいか分かんないよね。そうなんですよ。だからここは回ってみないとね。僕山岳育ちなんで、こういうとこ苦手なんですよね。ああ、俺リンクス育ちだから。そうですよね、うん、でもリンクスめっちゃ似合います、サイさん。ありがとう。なんだろう、めっちゃ似合うリンクスが。ここは徳田、まあ左の池だけ、まあ右は OB だけど、ただ OB 外周しかないんだよね。右の OB はいかなそうっすね、さすがに。いや、これがね、みんな、ね、左嫌がっていくんだよ。次に行きます。よいしょ。今のめっちゃいい球っすね。今日一番良かったっす、俺が見た中で。え、ちょっとフェードっぽい感じの今の球がすごい良かった。恥ずかしがんな、恥ずかしがんなって。褒められたかった、恥ずかしがんな。言っていいですか。翼さ、お前もうさ、絶対ドロー打たない打ち方、引っ掛けない打ち方してみ。わかりました、行きます。え、絶対引っ掛けない打ち方だよ。行きますよ、俺は。できる、できるの。行っちゃったんじゃない？大丈夫？大丈夫ですかね？大丈夫です。行っちゃったんだ。
レッスンに来てんですよ、サイさん。なんで OB 行っちゃったんですかねってお客さんに聞かなきゃいけないんですか、俺が。やめてくださいよ。完璧。おー、完璧。お、ナイスドロー。すごいドロー。おお、翼より飛ぶんじゃない？いや、今軌道良かったですね。軌道良かった。うん、結構低いとこ来てた。レッスン通り。レッスン通りです。ありがとうございます。やってて良かった翼式。ありがとうございます。やってて良かった翼式。なんか。あ、ごめんなさい、ちょっとあるんです、すみません。教えらんない。それはもう ラウンドですね。はい、来ていただいたら。ラウンドです。でも、本当に上手になってますね、あのお二人は。まあでも、ストイックなんですよ。まあそうだね。うん、すごい練習する方で、ね、練習行ってるし、ラウンド行ってるし、ね、そう、で、これも本当ご縁なんですけど、17ライブでね、サイさん。僕とサイさんが17ライブやってた時に知り合った方たちなんで。腕ガードするな。何腕ガード。本当にね、こういうご縁は大事にしたいっす。行けます。いいっすか。試合じゃないんで、うん、この辺で。あ、OB だから卵になるな。どういうこと？OB だった。どういうことよ。全然 OB じゃない。カード道だ。カード道。いや、このピンポジなんか誘いますね。まあ、こっちからアングルいいね、右広く使えるからね、はい、だからドロー打ちとか結構そうっすね、よだれ出ちゃう感じ。118で手前のエッジワンクッションさせたら完璧って感じ。118ヤード。118ヤード、はい。ちょ、近いです、近いです。いや、これズームできないから。いやいや、そういうことじゃない。ああ、やっぱいい音するね。めっちゃ良くないですかこれ、うん、手前からポン。あーあー、でかい、ちょっとでかい。もう風に乗ってない、ちょっとほろってるね。ってことは118で100ヤードっすね、これ狙いは。うん、何番？ 5-2？ 5-2 でちょっとコントロール系でいきます。これいいぞ。短くねえか。ポン。ああ、右跳ねたね。おー、ナイス。いいっすね。うん、ナイス。ありがとうございます。乗ってよ。この先、カート乗り入れ禁止です。あー、いいよいいよいいよ。結果、結果、結果。あー、でかいか。うまい、うまい。自分取って、自分で、自分自分取って。いや、いいね。2人が映るよ。だからアップしてます。でもこれね、分かんないから、どこ映ってるのか分かんないですね。翼近いね。ありがとうございます。75やろ。これさ、明けのでもさ、これぐらいの距離すげえ残るんだよね。これちょうどいいじゃないですか。だからウェッジでドロー打つ練習して。なるほど。そのあんまショートしないようにしてんだよね。なるほどなるほど。じゃあ70キャリー、70ヤード。はい、完璧。ナイス。ナイス。ナイス。ちょっと俺の方が近いけど、ナイス。おい、縦の距離わかんないでしょ。ねえ、ちょっと俺の方が近いけどじゃないんだよ。縦距離ね。縦距離だから、これね、これね、風がね、結構ね、ボーってなるから。はい、ちゃんすか。声張らないとダメですね。張れよ。張れよ、声。ちゃんと。今日ね、俺レッスンで来てるんですよ、サイさん。レッスン、声張んなきゃいけないでしょ。しないです。こんな張んなきゃ。張れよ、声。聞こえるかな。え？本当にね。聞こえないよ、こんな。張らないと。風なんだから張って張って、これ風。え？でもここはあの本当に初めて来たけどめっちゃいいっす。いい、また来たい。また来たいっすね、ここは。レッスンとかで。はい。ああ、そうなんだ。で、
あのカート乗り入れできるんで、うん、まあ、足にちょっと不安がある方とか、まあまあまあそうだ、ね、で夏ちょっと暑くて歩けないって人とかいいかもしれない。ここ夏や、あでも PGM だからクーラー付きのあるんだよ。あそうなんですか、うん、2000円ぐらい払えば、あじゃあ全然いいです、はい、あ下ってんね、ここからトントン転がれ、そこまで行け、俺のほうが違うんじゃん。確かに、フックスラーなのか、フックスラーだと思う、これ、うん、スラーの方が強いですね。スラーの方が強い、50センチぐらいですか。これうまいんじゃないですか。あ伸びないな、あ伸びてる。おぉナイスナイスタッチ、行きますよ、うん、今の参考になったね、はい、こちらライン読んでていいですよ、はい、女性にラインを読ませるぐらい紳士、いやいやまあそれ大切ですよね、うん、いかにあのごめんなさい、ちょっと変なこと言いそうだったんでやめときます、うん、うまい、ああ、オッケーですか？オッケー、しびれたね。めっちゃ切れる。ってことは早いなこっちから。でもタッチ、ナイスタッチ。うわなんか早そうな。最後曲がるよ。ちょっと曲がりそうですね、弱くなってから、うん、切れちゃうか、うん、切れちゃうね、惜しいな、オッケー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 、ナイスです、おはようございます、いや俺を打つしすぎだ、これ最初ですか、うん、ナイス、ナイス、こんな感じでやっております、おーうまいうまいうまい、ナイス、あーやめろそれ、子供泣いちゃうんだよねそれ、翼回す、うん、怖がっちゃってる、怖がってる、翼マウス怖がってるよ、翼マウス怖がっちゃう、うん、いやありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、またねちょっと、はい、後半の残り3ホールもやるかもしれないですけど一旦ここで、はい、終わりなんですけど、はい、ありがとうございました、いや、まあ、でも腰がめっちゃいいっす、ね、また噛んだろ、あとは僕のラウンドレッスンの現場にサイさん来てもらえて光栄です、お客様もすごい喜んでました、まあ、俺にはスコア負けだけどね、いやいやスコアとかじゃないでしょ、まあまあマジ取った、マジ1個っすかね、はい、うん、まあスコア、まあそうっすね、大切、全て大切、はい、じゃあそんな感じで、とりあえず越谷、僕はパワープレイかな、はい、で上がったんで後半はなんとかアンダー出したいと思います、じゃあありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした。